呼びしましょう、はい、お呼びしたいと思いますので、それでは皆さん盛大な拍手で迎えていただきたいと思います。まずは西丈一郎役になります本郷奏太さんです。本日はお越しいただきましてありがとうございます。あとユーストリームで中継を見てくださっている方もありがとうございます。やっとパーフェクトアンサーの DVD が発売になったということで本当に嬉しい気持ちです。はい、皆さんぜひ買ってください。どうですか本郷くん、ガンツにいいように使われてきた人間にとってガンツを食すということはこの上ない制服感というかないことですよね。はい、でもどうですか、初めてこのガンツカフェに来てこう全体を見渡してみて、なんかその成人がいたり、成人がはなんていうんだ、貼ってあったり、うん、すごいなと思って、先住初めて見たんですけど意外とすごい大きくてびっくりしましたね。2メーター50、まず西じゃ勝てないでしょうね。はい、なんか随分と可愛がってもらっててありがたいなと思いますね。面白いですよね。面白いよね。でもなんかそのね、このテレビスポットとしては面白いですけど、その本編の映像でちょっと本当にやられてるとことか殺されちゃうとことかは本気でやってるので、なんかちょっと笑われるの違うんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと心外らしいですよ。申し訳ない。いやいや、すごく。でもね、あの西のね、あっけな。だって西くんですもんね。そりゃね、殺されちゃいますからね、下手したら。なんかちょっと気に障らないこと言ったらね。じゃあもしもですよ、本郷くんが女性だったら西くんと付き合いたいですか？何ですかそれ。ちょっと聞いてみようかなと思って、あまりにも西くんを愛してるからどうなんだろうと思って。え？ちょっとよくわかんないですけどね。関わりたくないですけどね。はい。はい。そうですね。皆さんのお話に聞き入ってしまっていて何も考えてなかったんですけど、あゆかわですかね。取ってないですよ。強いじゃないですか。多分女性メンバーでは一番強いからね、僕西じゃなくても僕がもしあの世界に行っても多分最弱だと思うんで、守ってもらえたらいいですね。